はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ファーストクイーンやっていきましょう。名前出てもなかった。天気の2が壊れたのでね、まあ今日ね、ツイッターで直そうとしたんですけど、甘かったですね、私ね。全然、ですんでね、マウスかね、カーソルキーでやっていこうと思います。まあ、カーソルキーね、天気と違って下のキーがね、横のキーと辛い位置なんですけど、まあでも天気でやるの久しぶりですね。天気でやると MSX 以来のような気がします。違うかな。MSX のキングコングの天気はね、下のキー、まあ MSX のカーソル、あ、カーソルキーだ。MSX のカーソルキーはね、すごくあれだったんですけどね、何です、横綱がね違ったりするんで、ちゃんとねコントロールするゲーム用のキーとして最適だったんですけどもね。88だからね、もう今の Windows とかは天気は必ず、必ずじゃない、天気いなくてもカーソルキーでやるってことがないんでね、もうカーソルキーはただ単にカーソルを送るよっていうような扱いみたいですけど、ね、ただね、コントローラーでも動きます。もうジョイパッドとか言わないのかな、今これコントローラーで動かします。ただコントローラーで動かすとボタンが分かりません。これがね、あ、これがキャンセルかな、これがバックスペースなのかな、何ボタンだこれ。これ、プレスで言ったら B ボタンかな、 B ボタンになると思うんですけども、じゃあここでキャンプ貼りましょう。キャンプでどうやって貼るんだろう、これも違うね、キャンプ。おお、これはあれか、マウスのホイールになるのか、スタートキーは。あ、スタートとセレクトがそうなってんのか。お、オン、お、あ、おー、なるほど、意外に使いやすいかもしんない。なぜかね、ライトのトリガーとレフトのトリガー、これがちなみにライトのトリガーです。なぜかレフトに行きます。レフトのトリガーはライトに行きます。あ、すごいすごい。あんでね、ライトの A かな、ライトの A が撤退になってますか。いや、撤退でもないな、なんだろうこれ、何の動きだろうね、ちょっと分かんないんですけど。で、レフトは何、レフトの A は何もないですね。あとはまあこんな感じかな。まあまあ使えそうですね、マウスと一緒に使うと。あ、そうだね、そうしよう。で、ここに私がいます。リッチモードさん、もう結構強くなったでしょ、4000超えですよ、ほとんどがね。で、まあ魔法使いも入れました。そう、まあこれは前ね実況で言いましたけど、でリッチモードさんで言ってみましょう。なぜかというとね、ちょっと教えていただいたんですよ。ナイトがレベル70になると、またクラスチェンジができるっていうお話をねいただきまして、それを今からしに行こうとね、まだクラスチェンジできるのよかったというとこでね。もうただまあね、このゲーム強くしすぎるとゲームバランス崩れるほど強くなっちゃうみたいなんですけど、もう今の私は本当真逆だもんね。本当にコンピューターに敵さんにしてやられてるもんでねっていう感じなので、止めるときはこうか、危ないときこうしたらいいんだね。なるほど、いやもうね、レベル70いってますからね、うちのここのねナイトは全部ね。ちょっとこれできるのかなというところでお聞きしましたのでね、やっていこうかなと。で、ちなみにですね、言ったかなこれ、ちょっとね、ファーストクイーン久しぶりなんで拍手覚えてないんですけども、魔法使いは確か前回作りましたよね、これこれとね。まあこれいいんですけど、レジンプとルートンの3つハンドでね、レジンプとルートンのサンドでこの巨人みたいに出てくるんですけど、遊んでるとね、このサラスのサンドにも出てくるようになりました。ここも潰しちゃったからかな。で、今度彼が湧いて動いてきます。まあまあこっちの彼は動かないんでまだいいんですけどね、多分ここを殲滅しちゃうと動き出すと思うんですけども、いやー、ですからね、もうそう考えると舞台があと2舞台ぐらい欲しいです、埋めるための舞台がね。ですんで、ちょっと実は人を雇い始めてました、ましたと確かね。ここで例えば、キャンプしなくていいか、
で、どっち行こうかな。まあまあとりあえず帰りゃいいから。これえ、あ、これか。決定がこれかっていう感じですね。いやー、ほんとね、もうあの巨人が2匹、巨人2部隊とやった時はほんとね、もう無理と思いましたね。だいぶやり直しましたよ。まあどうなんでしょうね、皆さんどうですか、一人死んだらそのまま続けます？私はもう一人死ぬと絶対ダメだと思ってるタイプなんだ。ダメだって勝手に思ってるんでね、まあ、シルバーゴーストの時もそうでしたけど。あ、そうか、コントロールキーは押さないといけないのか、これはやっぱりね。はい、どんどん南に行きましょう。あ、間違えちゃった。あとこれヘルプはキーボードでやるとどうなるんだろうね。あ、キーボードじゃないわ、パッドでやるとね。そこもちょっとマウスでやるとね、撤退が難しかったんです。マウスでやった場合は、ね、撤退が非常に難しいです。上はまだいいんですけどね、この上のところを連打すると、あの撤退というか移動の、あの内容出てくるんですけど、あの下の場合それがないんですよね。で、下にみんなが溜まった状態でやっちゃうと、あのクリックになっちゃうんですよね、キャラクターもね。まあ、一度それをお見せしましょうか。例えばこれマウスですね、今これマウスでやってます。で、みんなこういった、あ、まだ敵いるね。今私何持ってんだ。あ、王の指輪持ってんのか。王の指輪はね、一応リッチモンドさん用の装備らしいんですけど、まあでも誰でもはめれるんですよね。で、効果がね、防御率が上がるのかな。で、これが出るでしょ。で、これもしキャンセルしてしまった場合、あのキャンセル、あ、今ごめんなさい、今ジョイスティックでやってたわ。あ、ジョイスティックじゃないわ、パッドで。これね、こういってね、いっぱいいっぺんキャンセルしちゃうと、もう次、いや、こうなっちゃうんですよ。いや、違うの、撤退したいなってなっちゃうので、まあそこでしょうかね。あ、これは今パッドでやってます。で、ソルズベイの西、あ、まあキャンセルしちゃった。はい、やばかったらこうかな。で、こうか。で、おや横に行かない、わかんない、横に行くのが。お、あ、これ撤退マークか。あの、左のアイコンが変わってるよね。撤退アイコンのような気がするね。あ、帰っていってんのね。撤退の、ここを撤退にしなくても撤退させれるんだ。昔のシルバーゴースのシフトキーみたいに。いやー、あるのかないのかなと思ってたんですけどね。あるのはあるんだね。これがそうだね。昔はシフトだったんですけどね。うん、今違いますね。何なんだろう。タブキーも反応があるんですけども、何やってるか分かんないですね。スペースは打つんで、あと0と5ですね。今回2が壊れただけなので、あ、そう、多分あれだ。隊列変更だ。隊列変更というか、あれですね。長打、うん、長打の列になるみたいな感じですよね。はい、いや、どんどん行きましょう。いや、早くレベルというか、クラッシュにしたい。よいしょ。え、ちょっと待って、来るの？ちょっと待って、あれ、これ来たのは初めてな気がする。ってこと、敵来るんじゃない？ちょっと待ってよ、これは非常にまずいので低速でやりましょう。ごめんなさい、超低速でやらないと。で、呼ぶでしょ、ロトさん呼ぶでしょ。で、これ下手するとロトさんがどっ、多分ね、ここね、辛いのがロトさん南から来てるんですよ、こういう感じで。なのでロトさんは、あの、撤退準備してた方がいいんですよね、これね。そうしないと、おお、マジもうね、エルフの人がやられちゃうんですよ。なぜかここは、必ず上下に割れて出ます。一気に出てきますね、一人もうやられかけてますもんね。これが非常につらいです。で、やっぱりこのゲームってこれありきだよ。あ、やばいね、あのエルフの下から6番目ぐらいの子がやばいんで。あー、飛んじゃった。あー、これがダメなんですわ。
こうなるとお、あ、死んだ、間に合わないね、ほら死んだ、あー参ったな、これどうしよう、もう一度やり直しだね。うわー、これキーボード使わないでやるとすごい大変だな。で、ゲーム速度低速にします。ご隠居はね、もうね、ああ低速だからね。さあ下に行った子が危ないんだよね、これね。もう下に行ってる子がめちゃくちゃやばいので、返しましょう、いっぺん。もうね、ごめんなさいね、低速でやらないとやばいですね。ご隠居は一度も逃げれる準備しとかないと、ほらほらほら来たので、でここでロト先生入れましょうか。でご隠居はまだいいかな、ご隠居の方が多分大丈夫ですね。ロトさんの方がやばいぐらい、あ大丈夫かな、ロトさんはなんとなく生きてるね。まあ敵がね、敵部隊が助太刀に来ないのがまだ救いなので、あちょっとご隠居さんまずいね、ご隠居さんに変えましょう。やばい子出てるので、一人やばい子いますよね。あうん、やっぱランスダメだねランスはリッチモンドの崖行きましょうか。崖に行って再度ご隠居呼びましょう。で、あ、これは勝てるね。こっちは勝てるんですけど、あと、ご隠居の方見ときましょうか。ご隠居大丈夫かな？あ、大丈夫だね、一応ね。多分、撤退するとすると、ご隠居が先だから、ここ、必ずと言っていい、いや、必ず 100% ですね。上下で部隊が分かれるんですよね。あ、5番か、5番の木だね。地震は。いやーもうこれ低速じゃないとできないね、ごめんなさいね、高速では怖くてできないわ。あでもここまで来たら高速いけるかな。いやダメだダメだ、あーエルフがやられかけてる、エルフがやられかけてる、あー見逃してた。いやもうこのピンチいいんです。あーダメだ、ごめんなさい。あーもうほんともう自分の頭かち割りたいね、本当に偉そうに言っときながらもう見るのを忘れてたからね。いやあとキーボードをね強く押さないようにしないといけませんね。私キーボードをね強く押しちゃうタイプなんですよね。仕事のキーボードがね、もう仕事場のデスクトップのキーボードはね、もう10年以上、10年ぐらい使ってますか？10年ぐらい使ってる相棒でね、もう今パソコン関係で一番長く使ってるのじゃないのかなと思います。で、アイロットさん呼びましょう。うわー、また来た、なんかこんなの。でもこれ敵ヘルプできてるんじゃないんですよね。きっちり見とかないと。あれご隠居まだレベル 69？ だいぶ減ってきたね。一人ナイトがねやばいんですけど、これナイトかばったらいけるかな。かばって大丈夫なもんなのかな。いやでもダメだよね、今度このナイトがやばいでしょ。でちょっとピンチはねやめときましょう。ピンチはやめましょう。もうこれ初期設定でピンチをねしないにできたらいいんだけどね。うん、彼ちょっと休ませましょう。あーやっぱランスダメなんじゃないかな。あー
元祖ほんとすぐ行っちゃうね。あ、ダメだ、これはもう撤退しましょう。で、リッチモンド行って、で次、ご隠居ね、もう一回出さして、ロト先生どこ行ってんの。あ、南に下ってんだね。これはこれでいいね。なるべく南か真ん中にいたら撤退できないからダメだよね。真ん中行っちゃうとね、撤退ができないので、北行かなくていいかな。切り替えよう。ご隠居どこ。あ、いた。ご隠居いたね。ランスがやばいね。もう行っときましょう。で、もう一回見ましょう。ちょっとスピード上げようかな。で、二人ともね、二部隊とも上で上で撤退できるようにすればいいんですけどね。でもなぜか下かってか真ん中ぐらいから始まっちゃうんで、この二部隊目が。これがちょっとなかなかあれですね。うわー、そうなるのか。まだまだいるのか敵。やばくなってるね、これね。ご隠居にいるんで、まだ大丈夫かな。いや、大丈夫と思ったらダメなんだよね、これね。撤退しましょう。呼びましょう。うわー、ここの彼もう、あれがないもんね。スタミナないもんね、全然。この彼ね。これはダメだな。あ、そうだ、あれがいるんだ。弓、この弓がめっちゃ強いんですよね。あ、でもなんとかなりそうだね、今回は。あら、この彼らまでワンダリングな枠とは思ってなかったな。ご隠居の方は、いや、ちょっとね、いっぺん、あ、いや違う、これだね。ちょっと休憩させましょう。これ休憩、体力上がらないんですよね。うわー、スタミナだいぶ減ってんね、ナイトが。じゃあちょっと、まあ休憩、ああ、じゃあこっから高速で。いや、マウスって難しいなー。あ、キャンプできるね。でね、ここでキャンプを張っても、あの、必ず、任務隊目は途中から出てきます。じゃあ舞台切り替えで、リッチモンド君。さあ、リッチモンド君は、行きましょう。あのマークさんね、牧師のマークさんが今、あの光の石か持たしていますんで、彼がいるとね、スタミナ減ったところでへっちゃらなんですけどね。はい、ベニックの北にね。あとリザードマンも仲間になるそうなんですけどね。でもまあまだまだ、時間かかりそうですね。もうあのドラゴンに勝てる気がしませんからね。確かドラゴン一遍実況しませんでしたっけ、私したと思うんですけどね。めっちゃ強かったと思うんです。いやー、ここで戦ってると安心なんだけどね。よし、キャロット、キャロットはお金稼ぎにちょうど最適なとこなので、で、こう行くでしょ？で、あ、こっちじゃないですよね。こっちじゃないですよね。カーディックの街。ここでね、できると、できるようですね。まあ、一回、しらみつぶしで行ってみましょうか。はい。はい。これは聞きましたもんね。
お？はいはい。この町の男はね、ジェイン様に夢中でと。隣のご主人も。ああ、隣のご主人。こっちのご主人、ジェーンさんに入っていたのかな。あ、いないね。カールがご迷惑をかけていないかしらと。あ、カール君のとこだね。今、カール君ね、別の舞台入っちゃってますんで、ご隠居のとこに入ってますね。ここじゃないよね。ね、ここじゃないですよね。ちょっとコントロールキーをしましょうか。もうしらみつぶしに行っちゃいましょうか。これ違うもんね。ローレンさんとこはもう確か違うので、はい、ぜひとも。ああ、うん、ケンタウロスさんとエルフさんしか変われないので、うん、いいですよと。おお、どこだろう。なかなか分かりにくいとこなのかな。おお、ないですね、今んとこね。これ教会だもんね。新たな道を歩む資格の、おお、これか。お、新たな道を歩む資格のある方がおられるようだ。今の地位を捨てて神に仕える覚悟、終わりか。ほう。お、修道士になれるのか。ほう。これはもう戻られないんだよね。あ、修道士になれるんだ、ないと。ということは、あれか。しかもこれアタック、すごい、アタック下がらない、アタック下がらない上に攻撃率も全部上がる。ここだけだね、レベルだけ下がるけど。あ、これめちゃくちゃ強いじゃない。ありがとうございます。とりあえずじゃあ皆さん修道士に持っていくような、これ多分めちゃんこ強い修道士だね。普通の序盤に入った修道士とはわけが違うね。あー、ということはこの人を、これで強い人を魔法使いにする方が良かったのかもしれないね。まあ、最悪魔法使いは1名しかいなければ無理だと思うんですけど。え、ちょっと待って、1名、あ、そうか、まだレベル50なのか。あ、これガイさんだ。あの、あそこだね、あのリッチモンドの町にいた最後の部下、生き残りの部下でしたっけ。もうね、ガイさんはじめね、リッチモンドさんから話してたんですけどね、やっぱり一緒にしないといけないやと思ってね。うわ、こらいいわ。まだまだ育てれるんだね。どっちから回ろうかな。あー、海から回ろう。あ、なんか楽しくなってきちゃった、また。いや、もうこれ、うちの修道士、もう白兵全然 OK だもんね。わ、強い気がする。あー、こらいいや、ありがとうございます。これちょっとまた裏でどん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 レベル変えて、レベル上げておきましょう。ただね、ごめんなさい、本当ね。ここでちょっぴりしたお知らせがあります。ちょっぴりというか、ちょっとね、デスストランディングを買っちゃいました、私。 PC で出たでしょ、7月14日かな、出たので。本当はね、買うつもりなかったんですけど、セールまで待とうと思ってたんですけども、うちの子供がね、次男が高校入りまして、まあ、このコロナのね、中で、テストしてきたんですけども、期末かな、むちゃくちゃ成績良くてね。で、まあ実は私と同じ、私の母校に行ってるんですよ。顔は違うんですけどね。で、まあそれでめちゃくちゃ点数良かったものだから、で、なんて言うんです、なんて言うんでしょうね、まあ、もうね、思ったよりもいい点取ってきたもんだから、これだったらデススト買ってもらえるよねって言われて、ええって思ったんだけど、
いやこれがね、私が別に欲しいソフトじゃなかったらね、欲しくないソフトだったらいいんで、あのこんなことないよって言ったんですけど、デスストやりたかったんでね、もうそれがあの私の背中を押した形になりまして、買っちゃいました。ですから今デスストやってるんでね、ちょっとね、あの更新が止まっちゃってる可能性があるんですけどね。前はモンハンだったりとかね、本当申し訳ないですけどもね、あのモンハンもディスストもね、上げれば上げたいなと思うんですけどね、もうちょっと PC のスペックがやばいです、ね、ただでさえキーボードもこんな状態になって、いやーまあ3年経ちましたからね、私もこのノーパソ買って2017年に買ったのかな、うーんもう3年、まだ3年がほぼ終わるので、よく頑張ったなとは思うんですよね。で、まあ、ディスストもね、最低スペックに私のグラフィックボード GeForce の GTX1050 が最低スペックで、私の PC が1050なんですけども、で2ギガかな、2ギガって書いてたんですけども、あれでした、そ の, おあの最低最低最低最 低, 最低の最低これだけ用意してくださいっていう、ビデオボードグラフィック環境だったんですけども、立ち上げたらね、要件を満たしてませんって出まして、設定最低にしましたっていうのが出てね、いやまあ分からないでもないけど、あんた最低スペックって言ってたじゃないの、最低これだけって言ってたんじゃないのっていうような感じだったんですけど、メモリが足りませんでした、全然ね。何のできるんだろう、ちょっと確認してみましょうか。あ、もう楽勝だね、誰か呼ばなくていいね、これ呼ばなくていいね。で今度ね、あそうだ、レベル70のナイトがいる人、レベル70のナイトがいる人って、あ、スケさん、カクさんだね。いや彼らのとこに行こうかな。あでもね、ついついこうなるとね、めんどくさくなっちゃってね、呼んじゃうんですよね。はい、クロコさんお願いと、早く終わらすためにね、呼んじゃうんですよね。あごめんなさい、ちょっとよいしょ、今ねパッドで慣れる練習してますんでね。いやーそうか、最高修道士になれるのか、修道士からさらに上がれたらすごいけどね。まあそうだね、あの修道士だと遠距離も出せるし、しかもアンデッドに対してめちゃくちゃ強いですよね、確かね。さあ黒子さんどっち行くんだっけ、黒子さんはね、あソルズベリーの西に行っとかないとダメなのね。で我々はこのまま登ってって、彼と変わらないといけませんね。と思ったらでもまあいい時間になっちゃいましたね。じゃあちょっとこの辺で終わっておきましょうか。次は多分ね、次はね、ドラゴンかな。ドラゴンぐらいの時にまたやると思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。行っちゃった。行っちゃった。いやでもこれ本当楽しみだわ、この修道士はね。うん、となると待てよ、これえちょっと待って、これあの敵のね、敵のソルジャーって雇えるんですよね。敵のソルジャーを一から育てて、でナイト、あ違う、ファイター、ナイトで、この何、なんだっけこれ文句、修道士にしちゃうと一番強いんだよね。うわなんかやりたくなってきちゃった。うわどうしよう、どちらに進みますか。あ頭の中ちょっといろいろ考えすぎちゃってね。いやちょっと待って、私黒子さん、黒子さんレベルがまだそんな高くないから、黒子さんの舞台そうしちゃおうかな。あ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。あ、もういたけどいいや。終わっておきます。どうもありがとうございました。